ごま塩みたいですよね。アロハー、ハワイの今をお届け、マハロハワイ。今日は私、あさこがお送りします。本日私が来ているのはキラウエアビニューと、ルナリドハイウェイの交差点付近に来ています。今日のお店があるのはオアフ島カハラ地区。まったり落ち着いた雰囲気が流れるこのエリア、近くには映画館やオーガニックスーパーのホールフーズも入っているカハラモールがあるぞ。今度そっちも紹介するかもな。さあ、そんなカハラ地区から今日のお店は、本日は地元産のフレッシュな、ジュース、搾りたてのジュースなどを、使った、スムージーがいただけるということで、ラニカイジュースに行きたいと思います。それでは行きます。マハロハワイ。マハロハワイ。こちらが本日ご紹介するラニカイジュースカハラ店さん。駐車場がたくさんあるので気軽に来られる便利なお店。入る前からおすすめメニューのポスターがあり、どれも美味しそうで楽しみになりますね。店内に入るとカラフルなグッズがお出迎え。ハワイのお店は結構小物を扱っているお店が多いので、グッズ集めでお店に来るのも面白いかもですよ。オリジナルのハニーですとか、ガノーラ、ガノーラまで作ってるんですね。これなんかちょっと美味しそう。このチップスすごい美味しいんです。私もちょっとよく食べたりするんですけども、これはお土産に買っていくと喜んでくれそう。さあ、メニューは見やすく分かれていて写真付きなので分かりやすい。店員さんにおすすめを聞いていると、アンタイオキシデント、It's got goji berries, blueberries, cacao. 嬉しいことにサンプルで抗酸化作用のあるゴジベリー、ブルーベリーとカカオの飲み物をいただきました。美味しい、ヘルシー。さて、こちらは地元農家から取り寄せた生のフルーツをたっぷり使い、オーダーを受けてから作られるシステムになっていて、オーガニックを目の前で感じられるのが新鮮です。そんな中、まずご紹介はオーガニックウィートグラス。小麦の、胚が、小麦若葉です。小麦若葉、すごくヘルシーだそうです。セレブの間でもデトックスに、こちらを飲まれている方が、いるそうなんですけども、いただいてみます。うん、すごい美味しい。口にした瞬間にギュッと濃縮したグリーンをすぐに感じられて、最良の薬と呼ぶ人もいるくらいデトックス効果があるとも言われる飲み物で、ちょっと感激。と食べた後にこれを、あとで食べるそうです。そして本日2品目にご紹介するのは新鮮品のココレモンラブ、レモンとココナッツのスムージーですね。いただいてみたいと思います。すごい、もうそのもの、ココナッツそのものって感じ。ココナッツの果肉もしっかり感じることができるのは結構感動ものです。はい、次は、こちらですね、マナボールっていうすごいグリーンの、ボールですよ。何が入ってるかっていうと、スプリリナ、マンゴージュース、ジンジャー、オーガニックステビア、トッピングにグラノラとバナナ、マンゴー、オーガニックチアシード、あとはハニーもかかってるということです。うん、いい匂い、ハニーのいい香りがします。いただいてみましょう。うん、なんかすごいヘルシー。しっかりとグリーンを感じた後にやってくる果物の甘さがよく考えられた一品。ちょっとグリーンが強めなので苦手な人は注意が必要かも。個人的にはこれくらいの方が好きです。そんなオーガニックをしっかり感じられるハワイの大人気のお店からあさこがお送りしました。マハロー。
こちらの方はオーダーをしてから作るということで、本当にこうフレッシュそのものっていう感じでした。本当ココナッツなんかね、味がもうココナッツって感じですね。あのこう缶から出てきたココナッツじゃなくって、なんか本当にもう切ったまんまっていうか開けたまんま出てきたような味がしました。すごくフレッシュで美味しいです。カエルア店なんかは、日本人の観光の方がたくさん行かれるみたいです。カカアコ店もあの新しく結構新しいみたいで、あのすごく綺麗なんで、あのそちらの方に行かれる方はぜひ、行ってみてください。 What's the most popular menu? The Dr. Green Again? And our acai extravagant. Acai? Acai. Acai bowl? Yes. Okay. Yes. Very popular.Yeah, I know, it's yummy, yeah? And pitaya. Oh yeah, I like pitaya too, yeah. I'll try next time. Okay, thank you. Bye-bye.